ったバック目、あ、振ったバック目、あ、振ったバック目、タオル振ったバック目、は、振ったバック目、はい、振ったバック目、はい、振ったバック目、それ振ったバック目ってことでね、振ったバック目です、これ。おー、スマイルパニックは一体どんな場面だよって言うと、取るわけねえだろっていう、これ。ね、朝、まあこれで最後の枠目ですけども、ということで、まあちょっとね、まあ不本意な資質などもありながら、なんとかね、ちょっと、スパイラルが、まあ、進捗がありますよってことで、スパイラルも買ったらアクション、ほんとね、ごめん、人生簡単っていう、もうそれに尽きるわんっていう、そうそうそう、瀬戸さんだ、まあ、いやもう瀬戸だけは俺許さないから、マジで。クローバーとスパイラルを持って全力でぶちのめすから、マジで。枠取りも、馬も遅いね。そして、なぜか、行くのは早いみたいな、早漏ですいませんみたいな、そうそうそう、また、いや、まだ負けたというか、まだデビューしてないんだよ。なかなかデビューができなくて、ただ、ゲートにね、粘着してしまって、それが、ようやくっていう、セルの向けて、これちょっとまた、おいおいね、おいおいまた、セルの枠は設けるからっていう、そうそう、顔がブツブツしてる、もうちょっとね、肌荒れがもうこれ、ね、なんか、ビューティーモードとかないの、ビューティーモード、ちょっと後で、ね、これ、ハゲがね、映らないようにしたいんだけど、みたいな、そうそうそう、スパイラルゲート、な、そのね、ゲートの練習の様子、また、ね、また先生が送ってくれました、これ、本当に。マルシバッチちゃんと保管してるか。マルシバッチはね、ちょっとどこに、まずね、佐賀のマルシバッチはね、発行されてないことが分かった。お金払ってないから発行されませんって。そうそうそう。女から病気もらってきた。女から病気、病気をもらう女がいないっていう。そっちからだよ、マジで。里見オナも一回カット、立て続けにカット。そうだ。そこは、めっちゃあると思う、マジで。だから俺も、まあ、この調子でトントン拍子かなみたいな。で、一回故障するとね、どんどん故障していくから、そのね、やっぱ故障のスパイラルを立つ意味でのスパイラルみたいな。スマイルスパイラルみたいな。まあ、そういうことだよねっていうね。ちょっとなんか今日カメラカクカクしてるけど大丈夫。なんか、これ、カメラ大丈夫みたいなね。滑らかにいけるかなみたいな。そうそうそう。いうことで、ちょっとこっちね。まあちょっとスパイラルの様子、しっかりとちょっと見ていこうということで、ね、私送ってくれました。まあ頑張ってるよ、本当に。まあ頑張ってる。もうね、まあゲット試験発送検査来週あるんだけど、いけるんじゃないかなと。俺は踏んでる、マジで。もう次いけるんじゃないかなということで、そこ、ちょっとじゃあそのゲートの様子見てみましょうってことで、いいこれ言ってマジで。とっとデビューじゃだ。デビューするためには、発送検査取らなきゃいけないんだよっていう。木村じゃない、なんかって、カモミヤくん。そうそうそう。ゲート試験はね、最短で来週の多分月か、どっちか？そうそうそう。だもしかしたら、いけるかもしれない。だってな、いいか？発送検査落ちたら、調教師の先生はめっちゃ怒られた上に、繰り返したら、免許剥奪よ。そんなリスクを犯せるわけないじゃんっていう、マジで。だから、完璧に仕上げて、まあ、行かせるみたいな。顔は日本人機種で、トップレベル、ソードめっちゃね、イケメン。めっちゃ、もうな、引くほどイケメン、まあ、モテるんだろうな。松の能力試験はもう、俺はもう能力試験受けなくても、あともなんか、流れで、もうその後流れでみたいな。そんな馬を預けたお前の試験。だから、そんな馬を選ん、意図して選んでませんけど、みたいな、これ。怒られてどんなって、いや、もうな、いい加減にしろって怒られるわけだよ。調教してないじゃないか、調教師のくせにみたいな。って言われて、あとなんかやったらもう、剥奪、残念、みたいな。って言われるから、ちゃんとね、頑張んなきゃいけないんだよ。そう。待つのいい加減にしてんだ。なんで俺やねんみたいな。だから、俺頑張ってよねみたいな。そう、いうことで。まあ、ほんとね、今、やって、信者も調教されたり、もう調教されたよね。俺を、愛してくれる女性だったら、どんどん調教してください、みたいな。罰金を待つのを知らない。なんで俺の知らないんだから。そういうのが、ってなってやるから、ね、万丈していきたいっていう。マルシは残念って、頑張ってるだ、俺だって。そう。松のジュニアの能力試験は、永遠に効果もない。永遠になんかもう発想できませんみたいな。どこかの女性という名のゲートに入れてくれば、俺うまいこと言ったマジで。めっちゃうまいこと言ったけど、なんかカメラ感覚でよくわからんみたいな。そう。どうしてだね。なんか、ちょっと毛根が完全に死滅してますねみたいな。わかっとるわみたいな。わかっとるわみたいな。これ。滑ってないよ、これ。他も言うな。滑ってないって、これ。そう。合コンじゃない、これ。スパイラル。まあ、デビュー前ですよっていうね。なんかブーって音の、誰みたいな、これ。もう誰ブーってみたいな。正解ですよ、みたいな。そう。あくびが出るって言ってもね、緊張感をっていう。行こうか。ちょっとこれ、今年なんとか。ぶっちゃけ、まあ、ミニマム2。できれば、サマーセルでもう勝負つけたい。
おう。ただちょっとね、今時間が本当に避けないから、もう俺はでも、徹夜してでもやっぱり一回にね、やりたいと思う、マジで。ちゃんと馬ピックアップ。まずは父の馬、父馬だよね。要は、絞馬を決めないと、もう全然絞り込めないから、マジで。おう、それ、お前なんかスターターが旗振らんわ。どういうことなんだから、どういうことだよ。まずゲート、だ発動検査って向かんなきゃ出られないんだっつーのっていう、これ。おう、2頭かいいね。いや、2頭はね、やっぱ欲しい。やっぱ、渡先生と、飯田先生のところに入れると。で、あわよくば、今年、まあ、ちょっと40歳、来年39でしょ？おう。だよ、あわよくばもう一頭買っといて、ね、あわよくばそのちょっと差が、とか、うん。に、まあ、ちょっと国先生にも、ちょっと、入れたいな、みたいな。おう。だから、タイムは無理よ。だから、まあ、200万以下で、まあ、ポンポンポンみたいな、おう、100、100、150みたいな、そのベストだよね。そうそうそう。おう。どうか、はい、わかりますね。マユコの秘書くらい使えないってどういうことなんだから。だ、秘書とかね、もうその雇えないから、まず。おう、普通になんかもう初めて1年の会社なんてみたいな。おう、もう、いや、芝馬はもう選ばないよ。おう、受託、いや、だから、受託とか予託料は、だから何回も言ってるけど、勝っちゃ全然かかんないんだよ。だから、クローバー、ゴーゴー、プロバイド、0円よ。おう。シュタルクだけ。まあ、ちょっと故障してるからね。うん。まあ、あとスカイラーだけ。うん。全然、走ればいいね、走れば。おう、そうそう。もう休み中に坂走れせ。まあ、ボン、多分走るんじゃないのわかんないけど。来週、今週走ると思いますっていうね。そうそうそう。払ってない。払っとるわ、だから。おう。社長だから、出社しない愛人女性、社員雇えな、裏てるわけねえだろ、だから。なんか見て、金、そんなね、この領収書ですら、これはもうね、会社とかに回せません、これ、経費も。おう、これもね、先に言っときます。無理です、そういうことは。そのもデッドシンセスですっていう。おう、シュプレも引退しただろうっていう。おう、午後赤字だろうって。いや、赤字だけど、今、今年に限っては黒字。てかね、全然、1円も払ってない、俺。うん。動画で、はい、わかりましたってことで。おう、なんで細い地図で待つのってなんで全裸で細い地図で。半裸だろ、これ。半裸だろ、どう見てもっていう。おう、行こうか。じゃあ、これ、クリック。うん。ちょっとまず見てくれ、これ。おう。どこまでいけるかな？な、これ。もう。で、もう入ると。もう。若者魅力ね、よっしゃーって、これ。もう。ずっと練習してくれてるから、これ。バケットね、ちょっと心配だけど、まあ、見てこう、これは。もう、マジで。ピクセルじゃねえ、スパイラルじゃねえ、スパイラル。もう。な、これ。もうね、慣れたもんよ、マジで。もう。慣れたもん。成長したな、これ。もう、ほんと。もう。ちょっと長いこと。うん、なんか置いとって、うん、長いとこ置いとこっていうね、これ。これ綿先生。うん。まあ、これね、ちょっと西脇の朝方だから、おう。ちょっとね、なんかディゲートの中に慣れさせると。おう。いい感じやな。ええ感じやな、これ。おう。マジで。おう。九州名、そうそうそう、綿先生、元佐賀だから。隣のゲート、うん、前扉ちょっとガンガン叩いて。おう。まあ、出身は宮崎だけどね。おう。もっと。おう。もっと、ドンで。おう。あ、耳絞ってるって。耳絞ってるって。大丈夫かな、トラウマになんないかな。半開きからガシャンって開けて。半開きやガシャン。半開きから。うん。半分開けたとこから。うん。半開きね。うん。ちょっと動き見せて。動きを見せて。こうやよって。うん。こうやよって。開くぞ、スパイラル。こう開くんぞって。うん。うん。どうなんだろう。出るかな、出るかな、これ。大丈夫かな、これ。出るよっていう。ビビリ。いや、ビビリはもう、治らんから、それは。もう、鳴らすしかないねん、これ、ちょっと。おう。出るかな。立つぞ。出るもう。はい！おう、出た！おい、出たよ、これ。どう？マジで。何が入って。いや、十分だろ、バカ野郎、マジで。出遅れ。じゃ、出た。まず。遅れはもう関係ない。遅れは消せ。出た。うん。マジで。なあ！頑張ったよな、これ、マジで。おう。頑張って、出ただろ、マジで。押せ仕方ねえだろ、だから、こんなもん。まだ。おう。そう。最初はもう粘着して出なかったんだから、マジで。そもそも入らなかったしっていう。おう。出たろ？なあ、これで、いけるんじゃないの、これ、もう。おう、求めればいい。いや、ステップバイステップ、これ。おう、一個一個みたいな。
おー、マジで。こういうのちゃんと見守っていくのがマヌシ配信だろうがっていう、これ。だろう？これはリアルダブスタだよ、マジで。いいことばっかりじゃねえんだよっていう。おー、出ない引きこもりか。まあ、そういう類よ。おー、超ビビーの引きこもり。おー、3年ゲートさせるの。3年練習したらもう、で、競争場として終わっとるかなっていう、これ。おー、そうそう、8枠確定。確定でもかどうかわかんないけど、まあ、まずやっとこれ。おー、なんで引退されたかね。これ順調だろ、これ順調。まあ、順調ではないけども、これ。おー、そうそうそう。もう一回見る、もう一回。おー。もう一回ちょっと見てみようか。うん。相当頑張って、だから、シンバ出すためにゲート試験発送検査取らないと出られないのって、これ。おう。なあ、もうまずスパンと入る、これ。おう。これよ。すごくない？まずね、スパンと入るっていう。おう。森旧社とか、販路とか、系しか出てないと、どういうことなんだから。販路ってどこやねん、販路って。西脇の内周、あれ誰も使ってねえぞ、あれ。おう。そうそうそう。前から出すよ。ちょっと長いこと、なんか置いとって。これが大事っていう。プロバイダーこの訓練どうだったの？いや、全然もう、ノープロブレム。もう普通にゲート入って、相手入ってて、みたいな。あいつはちょっと、異常だから。もう、スマイネル軍団一のセクシーだから。だからそこはもうちょっとね、比べるのはちょっとかわいそうみたいな。スマイネル軍団一のビビリと、スマイネル軍団一の、まあ、セクシーはちょっと比べちゃダメだ。もっと。うん。もっと、こういうね、他の馬が入ってきたら、ガチャガチャってなるからゲートが。だからそこでビビっても出なかったら終わるから、こう大事っていう。そうそう、プロバイドはもう、天才よ。半開きから。半開きから、ね。半開けた、そこから。そうそうそう。半開きってね、ちょっと意味が通じんかったかもしれない。ちょっと動き見せて。ね、今後もこの練習、そう、この練習を重ねて、もう発送検査一発で通るように頑張るみたいな。ビビリ系なんか、気象は悪くない。気象は悪くないけど、ただのビビリ。まあ、それも気象なのかなってなるけどね。うん。そうそうそう。頑張ってもマジで。巨星じゃな。なんか見てる、これ、牝馬だから。牝馬。走るの、いや、走るの言い方は、なんか見て、高橋ファームの評価はプロバイ、クローバーより上だから、マジで。そうそう。多分次は輸送でアウトだって。いや、だからここは、もうわかんない。輸送は、もう西脇野もずっとついて回るもんだから、もうそれはわかんない。ただそれも、まあ、渡瀬先生がうまくやってくれると思うよ。うん。まあ、一応北海道からここまで来てるんだからね。そうそうそう。まあ、ちょっと疲れてはあったみたいな。うん。ブリンカーで治るもんなのかみたいな。うん。そうそうそう。これね。はいしょーってこれ。オーラ出たこれ。およー出たこれ。な？よかった、マジで。やっとこれ、一歩目遅ってな。仕方、やっと出るようになったってもんだって、いぞって今まで粘着してたんだよ、これ。乗馬デビューで、競走馬だから、競走馬。そうそうそう。なんで、もうここまで来たらもらっても、クローバーの次は、クローバー多分まあ中、1ヶ月ぐらいかな、4週か5週ぐらいっていう、新人だってどういうことなんだろう、5号はスタート、まあ5号はね、無数に発送検査とか一発で通ってるから、今年の新馬2頭はゲートなんか、まあ、多少ね、2度かなみたいな、そうそう、クローバー放牧だし、なんてやねんって言うだから、今ようやく走り出したとこだろうっていう、よれてたけど大丈夫。まあ、よれてたけど、まあそこはね、まあ新馬だからまっすぐはなかなか走れないよねっていう、そうそうそう、似てく、勝手に食うなってたから、ここからデビューだわっていう、おなきたの馬かやばいよ。いや、これはね、ほんとマジで、クローバー以上、まあ、新馬勝ちしたクローバー以上なんで。うん、ごめんな。もう今や、セイバーベな、の、まあ、追随する勢い、まあ、まっしぐらの、スマイルクローバーよりも上だから、マジで。そうそう、夏の新一のスタート。まあ、俺はちょっとね、まあ、正直出遅れの、まあ、さらに追い込み聞かずみたいな。大体良いと馬で。いや、だから、ここは良いと言うが、高橋ファンが良いと言った馬は、ね、スマイルプロバイドですよ。もう重賞取ってますよ、みたいな。うん。西脇で、楽々50秒切るっていう。まあまあ、そんな感じのレベルかな、みたいな。スマイル逆風車だ。何回もまだ、脳研も発送検査では行ってないから。うん。まあ見といて、多分来週、もうこれだっていけるんじゃないかな。多分、まあ発送検査で48秒台とか叩き出すんじゃないかな、これ西脇で。もう前代未聞みたいな。そうそうそう。この馬の名前。この馬の名前は、スマイルスパイラル。うん。いいな、笑顔のスパイラルを描けますようにっていうので、このコミュニティで名前つけてもらいました。うん。全部ね、馬は、まあ基本的にはこのコミュニティで名前つけてもらってるっていう。シュプレームは引退しましたっていう。なんで本当に、まあ、ちっちゃいけどね。でも今400でも30あるんじゃないかな、マジで。
おお、そうそうそう。もうね、あの、馬はできてますと。おお、カモミ君言ってたから、マジで。おお、負のスパイラル。正のスパイラルだろって言ったから。そうそうそう。おだそこは、まあ、そう、SS ね。うん。やっぱ、まあ、ジョッキーがもうね、やれると。おお、言ってるんだから、もうこれやれると。おお、だって、そもそもな、こんだけ発送検査にジョッキーが付き合ってくれるって、これないだろう、なかなかっていう。おお、会社所在地、港区なんで、なんで宮崎に、だ宮崎に仕事仕事。うん、ちょっと、次の新馬戦。次の戦、だ、新馬戦、逐次あるよ。だから、月に2回ぐらい。うん、だからそこに、まあ、合わせてことになると思うんだけど、そうそう、借金のスパイラルってそこは抜け出そうぜ、みたいな。そうそう、うーって思ってる。え、まあ、デビューしてないからじゃない？だから、あの、その、なんか説明とかあるだろう、あの、なんか、バトルパンタナールって書いてある、ちょっとあの、スマイルスパイラルって書いてあるんだけど、あの、ネットケバー貼ってあるだろうっていう、そうそう、カモミヤをキャバに連れて行けよって、もう、カモミヤ君はキャバ行かなくたって、もう普通の女寄ってくるから、マジで。もう、ハゲただの悪口かよって、もう、福岡にしちゃう、福岡にあるよ。うん、京都はねえよ、だから、京都は。うん。ダミーじゃねえもん。じゃ、福岡にも10人かな、うん、いますし、あの、札幌は、まだ2人しかいないけど、うん、ちゃんといるから、マジで、うん。スマイル、このハゲ、なんてどういうことなんだから、ハゲ言うんじゃないよって、これ、マジで。そうそうそう、いうことで。まあまあ、まあまあ、順調みたいな。うん、カモミヤ騎手所属でもないのに付き切りゲート練習に付き合ってくれてるの。そう。だからどんだけ期待されてるかみたいな。おお。まあ、あとは、また先生がね、しっかり調整してくれてるっていう。個人情報で違うわって。だからセキュリティだわっていう。関西はっていう。関西もね、まあ、ちょっと、やっぱね、採用がね、まあ、しやすいところがいいかな、みたいな。うん。なかなかね、関西は採用難しいかなっていうね。そうそうそう。まあ、いうことで。うん。社長の生活がしょぼいって。そう。だから俺はね、自分の生活を豊かにするために会社やってるわけでもなく、馬をやってるわけじゃないんだよっていう。まずそう考えてみたいな。そうそう。すぐにね。リニューアルなんだっけ？まあ、ちょっとね、あの、オッズのデータ取ってんだけど、あれはな、組む時間がないって、まず今はもう、とにかく、空いてる時間あったらサマーセールのこと考えなきゃいけないし、もうちょっとな、そこを、ちょっと時間の配分が難しいっていう、加速成長してほしい。まあ、だからね、成長というか、もうできて、まあできてんだよ。あとはもうゲートだけ。おう。じゃあなんでキャバ行ったのだから、もう記憶にございません、マジで。おう、もうそれもう、一生の深くなり、これ。おう、ほんとマジで。おう、早くしちゃった。早くね、まあそこは、もう、順々行ってます。おう、順々行ってますってことで。おう、ちょっと見てみようか。おう。多分ね、バトルパンタナールの2015、これか。おう、で出ると思うっていう。SL 変わる。金あんのと、だ、シンバー勝ちまくってるんですけど、マジ、クローバー勝って、まずそこでもう200万入ってんだけどっていう、おー、そうそうそう、バトルチンパナル、関係ないやつね、関係ないやつ、これ、うん。決闘はね、まあ、言うと、クローバーよりも、むしろ確実性が高い、おー、まあ、もう、お手本のような決闘、うん。そうそう、福利厚生だよ。福利厚生は、まあまあ、ないです。そうそう。それ買った、これ買った。うん。これ去年買った。うん。200万だっけ？そうそうそう。で、もう絵に描いたような、もう手本な、ミスプロの44。おで、歯型に普通にヘイローの34が入ってました、みたいな。サウス好き。まあ、正直でもうサウスはいい。うん。サウスは、ヒンバ。うん。サウスはね、まあ、ちょっとね、やっぱね、過去つかり問題ありみたいな。お次の新馬7月26日間に合う。いや、間に合わない。おまず発送検査行って次、脳検行かなきゃいけないから、8月だね、多分。お専用か。多分、その次の820がちょうどじゃないかな。お間に合えばね。そうそうそう。おで、スパイラル姉ちゃん、先週人気裏切ったぞって、スパイラル姉ちゃん、どこの姉ちゃんだよったから、どこの、ヘニーシューズどうなの？いや、でもね、マジで、まあ、あの、サマセルの一投目確かヘニーシューズだったよね。おう。どうなんだろうなって。まあ、ちょっとね、その辺はちょっと俺も一回も、あの、去年の実績とかも見ながら、父何よみたいな。おう。今年の2歳何勝ち上がってるよって、そこちょっと見なきゃな、みたいな。おう。ボケがダメだな、ガチで。いや、ボケね、まあ、完璧かなって言うとそうでもないけど、でもね、この、要は、サウスに合わせるんだったら、まあ、やっぱ、普通に、あの、濃いめの血を選びますと。うん。で、ヘイロの 3×4 が入ってるわけじゃん。ボケにね。まあ、ディビデートバックのサンデーだけど。だ、ここ入ってるから、これ相当ありよ。マジで。で、ミスプロ持ってるみたいな。だ、スピード何の問題もないみたいな。おう。最新の画像いいね。最新の画像、これおう。これね、ちょっとみんな見てやってくれよっていうと、おう。ボケもミスプロ系の方が成功率高いな。ただ、まあ、ミスプロ系ではないけども、おう。まあ、一応ミスプロ持ち。うん。そうそうそう。で、ここポイントね。ヘイローの 3×4 持ち。おう。だもと、サウス自体が要はクロスをね、濃いクロス持ってないから、まあやっぱ、メリハリ。おう。だから、ボケには、
濃いクロスをこれヘイロー持ってるみたいな。まあ、ヘイローかどうかっていうのは別だけど、おまあ、これ普通にいいよね、みたいな。うん。で、ミスプロのクロス。だからもうスピードは約束されたようなもの。おマジで。あとは、まあ、パワーの部分。でもそれはね、別に普通にサウスだからあるだろうみたいな。体重ね、403、40あると思う、多分。多分ね。って言ってて、クローバー普通に410キロのデビューだっけ。おう、兄弟いるよ。おう、見てみようか。ちょっと待ってよ。これか。バトルピッピ。うん。バトルピッピってもいる。これかな、兄弟。うん。見てみようか。これ。おう、バトルプランサンク。おう、未勝利ってことでね。そうそうそう。おう、弱そうっていう。まあ、弱かった。ぶっちゃけ。うん。残念ながら弱かったですっていう。そうそうそう。うん。パワーはありそう。うん。パワーはあるから、マジで。うん。しかも、函館で、一応5着に来てる、5着に。うん。そうそう。でも中央だしね。うん。そうそう。上がり33秒8出してる。やっぱね、スピードあるんだよ、だから。うん。スピードあるから、マジで。うん。だここはちょっと安心してくださいと。うん。そうそうそう。顔、え？顎はわからん。うん。顎まではちょっと俺にもわからんけど。うん。そうそうそう。うん。な、兄弟は、え地方行き、まあ、じゃあ地方だよ、だから。俺も地方だけど、そうそうそう。なんで、やれるな普通に。この決闘で、この決闘は俺は、今までの中で一番、まあ、ちゃんとできた。うん。いや、これ買うと、これもう買ってんだよ、だから。うん。これ買った。うん。これな。うん。これ、216万。税込み。うん。去年のサマーセール。うん。これを買いましたっていう。うん。このままぐらい走ればいけそうだ、ね。いや、普通にね、だからいける、普通に。おえ、確かにまとも。いや、まともまともだから。いや、確かにね、じゃあ、長距離いけるか、ダービーいけるかって、そっちの方じゃないけれども。おただ短距離は普通に変えるんで、え、勝っちゃったよ、だから去年だよ、去年。そうそうそう。その馬の名前は何だよと。このままだ。これは、スマイルスパイラル。書いてある説明のとこに、説明のとこに、これ、いつドバイ出るんだよって。まあそこは、まあこの馬じゃないかもしんないけど、まあ俺はいずれドバイに行って、7億、まあ1着賞金取ったら、君らにね、もう当然なら1人ずつ、まあ500円ずつ配ろうかなと。うん、金券をね。そうそうそう。だそれは約束しよう。うん。全リスナーに、500円ずつね、配る。まあ、もしくは、まあ、祝勝会を王将で開くんで、まあ、ワンドリンク制でね、はい。餃子1人前皆さんに振る舞います、みたいな。そうそうそう。まあ、ちょっとこれ多分デビューしてないから、まだここに出てないけど、でも、デビューした、ちょっと待ってよ。デビューした、どこだっけ？マイページか。うん。デビューした馬は、名前、多分つかないのかな、これ。うん。これな。うん。こんな感じで、おう、クローバーついてるし、おう、バトルパンタナルも。もう、だからデビューしないとつかないんだと思って、このゲストは松尾さん、わからん、どういうことみたいな、そうそうそう。一口一応登録してあるっていう、最後の一口。うん、そうそうそう。あー、シュプレムもね、ちょっとこれ、うん、これ、まあ、悲しいけど、まあ、引退ってことで、おう、まあ、悲しいんだけどな、まあ、しゃあない、これは。うん。あとは大丈夫？うん。元気な、頑張ってるっていう。こんなもんよ、こんなもんよな、そうそう。だからもう頑張ってね、本当に。やってく、3年走らせたら、いくらかかるの？ 3 年 ?3 年走らせたら、まあ、育成に、まあ、まあ、サマーセルとオーダーセルと、まあ、多く見て200。多く、うちだとね、多く見て200。で、3年持つとすると、まあ、1ヶ月、まあ、これも多く見て、まあ、年間で200としよう。だから3年で600？だから800。そんなかかってんのこれ。そんなかかってんのって、まあ、800万かかってる。そうそうそう。こと思ってんのかわいそうっていうことなんて。現役は、1、2、3、4、5。うん。これはもうちょっとわからん。もうこれ、最近走ってんのこれ、そもそも。走ってんのかよ、みたいな。11着かよ、これ。ね、どうなってんねん、みたいな。そうそう。ってのは何？いや、一応まあ、持ってたと思う、これを。でもこれがもう引退したら、もう俺は全部もう、これでも、結構稼いでんだよね、これね。3384万9000。うん。午後赤字じゃん。クソ赤字だよ、だから。まあまあ、佐賀だともっと安いけどね。うん。でも、1年だと、佐賀の今年1年だと全然プラス。5年で、年、5年で年1000万。まあ、差が、園田だとね。園田だとそんなもん。だからそれ以上稼がないともう死んでしまうわけですよ。だからもう、マイナスに決まってるだろうっていうね。そうそうそう。ただ、まあ、一等だけね。一等だけ、まあ、プラスだよねっていうのが、まあ、このスマイルプロバイド。4歳で、すでに1142万、47万2000。しかも、今までの中で一番安い、130万っていう。もうこれ、クソプラス。
もうクソプラス、もうこれ、数百万プラス。おう、マジで。おう、これは、え、5号プラス。いや、今年プラスよ、5号は。うん。トータルで言ったらクソマイナスだけど、そうそうそう。おう、え、交付金一瞬でなくなりますな。もうなくなりますね、これは。おう、もうそういうもんよ、だから。そうそうそう。おう、え、サマーセル。行くよ、サマーセル。もうな、休み取ったもんなって。おう、みんなごめんねって。ちょっと仕事があるから休むわって。おう、そうそう。競争場って儲かる。いや、まあ、儲かる確率は、何パーって 5%。うん。って言ってた。でも、多分、真面目に俺みたいにやってるのは、もう半分ぐらいだから、まあ、10% 儲かるわ、と。おう。マジマジでも。いや、儲かんない。まあ、社会貢献が近いんだけど、でも、半分はどうせ遊びやってるから、そうだったら1割。でも、1割勝てるっていうのは、これ相当やれるよ、頑張ったらっていう。おう。どういうこと内職っていう。何の話やんだから。何の話やんって。馬主はいいお客さん。まあ、お客さんというかね、すべてやっぱその競馬というシステムを成り立つためには、やっぱ馬主がいないとできないからね。おう、そうそう。プロバイドの兄弟ってどんな感じ？プロバイドの兄弟ね、あんま走ってない。うん。それは誰も買わないよねっていうぐらいの。そうそうそう。会社やれば経費との線じゃないの。だから何回も言って、俺だけの会社じゃない。俺もいろんなとこからもう金人じゃないから、出資をいただいてるわけですよ。おう、コメント一番上しか読めない。それももうだって全部下から読んでたら終わってしまうんだろうって、もうチンパンやない。誰でもやまんねんって言うんだから、こんな感じ。おう、これちょっと見方がちょっとあれなんだけど、まあ、ブラックタイプみたいな感じ出ないからね。そうそうそう。おう、どうだろう。この辺見てみようか。おう、オートクリックってことで。うん。あ、これだとわかんないか。どうやって見たの？ここで見たらいいんか。おう、出資多いかな。何の出資やねんっていう、これ。おう、こんな感じ。だから全然ね、なんか未勝利ばっかりみたいな。おう、こんな感じよ。未勝利、未勝利。ね、南下未勝利、佐賀未勝利。もうなんか、あ、これ買ってるか。まあ、笠松で何勝かしてます。おう。っていう感じよ、これ。おう、全然。おう、使いすぎ。まあ、でもね、四方だからね、これも一勝ば。おう、だ、一番走ってるのがプロバイドよ。マジで。おう。ただ、プロバイドも買った時、顎折れてたけどね、顎の骨が。おう。コーチで、あ、結構これ勝ってるね、これ。お、これ、園田でも勝ってるわ。おう、そうそうそう。ブヨドリを通って、うちの一個かよ、みたいな。そうそうそう。株式会社住まいねって、そういう場面じゃありませんけどねって、社名じゃありませんけどねって。おだプロバイドが多分一番稼いでると思う。うん、そうそうそう。なんで顎折れたの？多分どっかぶつけたんじゃない？おどっかぶつけたんだもん。まあ別に、競争能力に何の問題も、ハゲただの悪口かよ、みたいな。そうそうそう。なんでまあ、ね、よく頑張ってよ、ほんと、プロバイドは。見てくれよ、これ、マジで。おもうこれ、中央の出走すらございます、みたいな。しかも2回。うん。マジで。しかも、いいか？ 0.9 秒差、1秒差、全然勝負になってるか、マジで。おぉ。あの騎士が連投してる馬乗ると骨折しそうで怖いって。まあ、確かにね、足グラグラになってる場合もあるからね。そうそうそう。会社の件うまくいってそうでよかったです。まあ、続いてますね。なんとか1年続きました。ね、継続は力ないと申しましてってことで。そうそうそう。まあ、いうことで、おぉ。まあまあ、うちの馬たちもね、頑張って中央赤字って。中央どうなんだ？中央でハイリスク、ハイターン。おぉ。で、地方は、ミドルリスク、ローリターンみたいな。まあ、そんな感じかなっていうね。そうそうそう。いつ頃再建者が押し寄せるの知らんがなっていう。金利は返してますっていう、そうそう。競馬も出資してもらえるの。競馬はね、まあ、出資は難しいね。それこそ。おう。だから、お借りはしてますよ。だから、金を貸してくださいと。おう。返しますと。そうそうそう。おう。みそみどりですけど、うん。重症難にしてしまった、過ちということは、失速だわっていう。そういえば、橋本忠夫先生は中央で馬のしてんのか。あ、そうなの？そうなの？いや、知らないけど。おう。いや、同姓同名の人がいるっていうのは聞いたことあるけど。そうそう。裏で金もらってるから、実質プラスなんだよ。どこで何の金をもらえるんだよ、これ。そうそう。とりあえず中央は、一時封印しろな、着狙える馬ができてから。いや、もうね、中央は、まず免許取る。うん。そこまでちょっと封印しようっていう。おう。京都の牧場からプロバイド情報ないのって。あ、ね、今んとこまだないね。まあ、次の請求書には載ってくると思うけど、おう。まあ、普通に急だからね。そうそう。俺、だね、一回、京都行って、まあ、俺乗ろうかなっていうプロバイドに。うん。一回ちょっと俺が、まあ、軽めにちょっとね、キャンターでさっと流してみて、ちょっと、まあ、背中感じてみようかなって、やっぱ馬主として。うん。オーナースしてちょっと思ってるんだわっていう。そうそうそう。京都にのか暑さ回避できないじゃんって。まあ山の中だからねっていう。おう、馬主見つかる状況。まあまあそう。ただ、もう中央行ったら、やっぱ予託すると金かかるから。うん。だから、自分で調教しなきゃいけない。うん。だからそこはもう、ちゃんとね、まあ自分の技術を、まあ磨いている。それは、やってますんで。
うん。だそのできるだけ経費を、まあ、浮かせるために、貧乏回しがどこまでね、中央競馬でやれるか、サブちゃんとね、北三ブラックと対等にやれるかと。そこは、まあ、まだまだ、まあ、これから先の、この配信の物語ってことで、まあ、ちょっと頑張っていかなきゃいけないんだけど、っていうことで。うん。まあ、今日はね、ちょっと、スマイルスパイラルの、まあ、発送検査、まあ、外球って、そう、外球ってことね。うん。まあ、情報をお届けしましたってことで、まあ、なんとかね、ゲートに入るようになりまして、ね、出ることもできましたと。よかったらね、動画見ていってくださいってことで、はい。まあ、このまま順調にデビュー迎えればと、最短で来週、行くんで、また応援よろしくお願いします。ツイッターで、今の情報流してますんで、よかったら見てください。それでは皆さん、失礼いたしやす。じゃじゃん。